んか一人のホスト多いな。あー来たわ、お前息臭いよ来た。こいつに一回負けてんだよな、息の臭さで。今度バカシャ勝ちてえな。さすがの俺も息の臭さバトルでね、負けるわけにはいかないのよ。どっちの息が臭いか白黒はっきりつけるか。来いよ、息臭いよ。息の臭さバトルでは負けた方が勝ち。負けた方が勝ちか。え、じゃあ何、俺が勝てば息臭くないってことになるのか。で、俺が負けたら息臭いか。いいんじゃん。待て、ここは確実に勝つために2対1でボコすべきじゃないのか。いや、待て、落ち着け。一回俺あいつに負けてるからな、少し警戒した方がいいな。あいつの動きをよく見たい。小泉 JP2016、 小泉来た。ここは小泉と共闘してこのホストを倒すのも悪くないかもしれないな。いや、いっそのこと3対1でボコすのも一つの手だな。いや、だからあの闇で空気読むタイプか。これ空気読むタイプ。あ、空気読まないタイプ。空気読まないタイプは好きだぞ。読まないな。お前息臭いよ。お前の命もここまでだ。今日でお前は死ぬ。いや、ここは俺も参戦するべきかもしれないな。3対1。殺す。あぶねえ、あぶねえ。めっちゃ振ってたな今。やめると思ってたんだけどすっげえ振られてたわ。おい、逃げるね、息臭いよくん。そんなに死ぬのが怖いのかな。息臭くて近づけねえ。セスタスラッシュに切り替えてきたか。やめろ、フォースでそいつの息の臭さは吹っ飛ばせない。セスタスも結構強いよな。こいつの息の臭さは相当だぞ。いっそのこと総督でもうぶちかますってのもありだなこれ。いや、さすがにそれは大人げないか。やばい、霊体呼ぶつもりだ。いや、呼ばないか、さすがにこれは。お前の息の臭さじゃ白ファンも来ねえだろう。いいぞ。あー間に合わなかったか。おい、どっちのパリ取ってんだ。あぶねえ、あぶねえ。結構手間取ってるわ。手間取ってんだけど。さあどうする、お前息臭いよ。いや、もう死にかけてんだけど、まずくねこれ。なんで俺がこんなやつにジークの先を使わなくちゃ。まずい。お前ら、お前ら何やってる。
こいつの息臭すぎるわ、勝てねえ。やばくね、3回連続パリ成功してはあいつ。やばすぎだろ。いろんな人の許可が必要だな。おい小泉死んでんじゃねえか、開幕大丈夫か。何に殺された、小泉ジャックに殺されたのか。許せねえな、任せろ小泉、俺が敵を取る。多分あれ近くにいると思うんだよな、上で待ってんじゃないの。どこだ、銀騎士が下に落ちてて、そこか、あれやばいな、あれやばいぞ。ウルフ死んだか。怖い出待ちだな。危ねえ。あっぶな、今タイミング良かったな。ちょっと落ち着いて隠密行動取っていかないとな。あークレイジーも死んだな。こういう場合は難しいんだよな。敵原始指輪つけてたからな。どうするべきか。いるわ。落ち着け。よし、来た来た来た。こっちに来い、こっちこっちこっち。あ、なんでそっち行っちゃった。クソ、こっち来てほしかったな。あ、いいんじゃん。フォース警戒してやがるな。彼はフォースを警戒してるね。そうそうそう、こっち来い、こっち来い、こっち来い、こっちに来な、俺が守ってやるから。そうだ、それでいい。うぅ、近寄れねえんだよな、あれは。FP を無駄に消耗させとくか。あー闇で、よし、オッケー、月の呼吸炸裂。はい、ビキ撃破、計画通りやな。この瞬間を待っていた。逃げろ。厄介だな。はい、ザコオッツ。圧勝。いいっすね。やっと勘を取り戻してきた。